立石寿貫と申します。美術家、音楽家、あるいはアートの思考を使った新規事業開発をしています。とにかくオフィスワークの効率が上がりました。オフィスワークはとにかく無駄を切り詰めていくってことが大事だし、フリーハンドで切り抜くっていうことが、画像処理系のソフトウェアを立ち上げなくてもすぐ資料にマテリアルを突っ込めるとかもそうだし、5秒なり1秒なり小さい時間をどれだけこう確保していくかっていうことが、最終的に家族とどっか行ったりとか自分の制作の時間を作るとかっていうことにつながるから、とっても大事だよねと思う。オフィスワークに求めていたものが叶えられた、そんな感覚です。